サッカーの日本一を決める天皇杯の2回戦、鈴鹿ポイントゲッターズは J1 の横浜 F マリノスと神奈川県の日発三沢球技場で対戦。鈴鹿からも多くのサポーターが応援に駆けつけました。試合は序盤から横浜が主導権を握ります。前半9分、相手のシュートはゴールポストに当たるも跳ね返ったボールを押し込まれ先制されます。早い時間帯に追いつきたい鈴鹿は前半16分、相手ディフェンスの裏のスペースに抜け出した三宅選手がシュート、ゴールキーパーにセーブされます。前半33分、藤島選手が相手ボールを奪い一気に前へ。シュートを打ちますが相手にブロックされます。前半40分、栗田選手が体を張りマイボールにすると、上田選手がこの位置からミドルシュート、わずかにゴールとはなりません。鈴鹿は J クラブを相手に攻め込む場面が続きます。ビッグチャンスは前半アディショナルタイム、三宅選手が相手ゴールキーパーからボールを奪いシュート、三宅選手の同点ゴールかと思われたシーンでしたが決めきることができません。1点を追う鈴鹿は後半から中里選手がピッチに入ります。相手の堅い守備に苦戦するも後半25分、フリーキックのチャンス。進藤選手のクロスボールは中野選手に合いません。その後相手に攻め込まれる場面が多くなり、後半30分、横浜に追加点を決められリードを2点に広げられます。中里選手が起点となりチャンスを作るもゴールを奪うことができません。鈴鹿は試合終了間際にも失点し0対3で敗れました。なお三浦和義選手は右太ももの怪我のため出場しませんでした。さあ、ここからは三重県から初の J リーグ昇格を目指す社会人サッカークラブ鈴鹿ポイントゲッターズのコーナー、ポゲライブです。3回目の今日は中里貴博選手と中村俊樹選手にリモートでお話を伺っていきます。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず天皇杯の2回戦、映像でも振り返っていきましたが、中村選手、悔しい結果とはなりました。試合振り返ってみていかがでしょうか。J1 である横浜 F マリノスと、相手に勇気を持って臨んだんですけど、立ち上がりで失点しまいましたけど、何度かチャンスを作れていた中で、そこは決めきれなかったんで、それでやっぱり試合も決めきれず負けてしまったのが悔しかったかなと思います。映像でも見ているとチャンス多く作っている印象ありました。この試合で得た課題と収穫っていうのは何でしょうか。横浜 F マリノスが相手でもやっぱチャンスを作ることができたりだったりとか、戦える部分は多かったので、そういった部分は収穫かなと思いますし、どんな試合でもチャンスをしっかり決めきることがやっぱり今後の課題なのかなっていうのを思います。その J1 のチームに、チャレンジャーとして臨んだその自信っていうのも今後につながっていきそうですか。そうですね、そのマリノスで戦ってみてやれた部分も多くあったので、そういった部分は自信、出た人も含めて自信になったかな。中里選手は試合振り返ってみていかがでしょうか。負けてはしまったんですけど、その気持ちのこもったいいゲームだったと。後半から出場したんですが、前半のいい流れを決めない7壁ボールのストロングを任せるで試合もいいでした。チームではどう皆さんで士気を高めていたんですか。そうですね、やっぱ、相手は J1 のチームですし、自然と士気が高まってたかなと思います。ベテランの僕たちが何か作ったわけじゃなくて、自然に
いいゲームだったなと。なるほど。そして中里選手は横浜 FC の選手時代に日発三沢球技場で長年プレーされていましたよね。久しぶりのこの球技場の試合はいかがでしたか？やっぱ改めて素晴らしいスタジアムだなっていうのは感じましたし、もちろんスタジアムはもちろんなんですけど、まあ、こう平日の内観に変わらず、多くのサポーターの皆さんが駆けつけてくれて、最高のビーチになったという。なのでスタジアムはもちろんなんですけど、両チームサポーターに。そして中村選手は神奈川県出身ということで、この日発にはどんな思いがありましたか？まあ、小さい頃から、横浜 F ・マリノスであったり横浜 FC さんの試合を見に行かせてもらったりだとか、まあ、今までサッカーをやってきた中でそういったところでプレーできたのは嬉しかった。選手の皆さんにとっても、まあ、特別な思いで臨んだ一戦ということでした。中里選手、あの横浜 FC でも共にプレーしていた三浦知良選手から今回試合前に言葉をもらっていたんですよね。そうですね、まあ、ちょっとカズさんが怪我で来れなかったんで、でもまあ間違いなく一番行きたかったのはカズさんだったと思うし、その思いをこうしてというか、まあ、勝ってこいよという言葉をいただいたんですけど、まあ、ちょっと力不足で負けてしまって、まあ、ちょっと申し訳なかったなと思います。まあ、悔しい結果とはなりましたが、この試合で得たものっていうのは今後のリーグ戦にはどう生かしていきたいとお考えですか？そうですね、本当に、まあ、最初にも言ったんですけど、あのすごく気持ちのこもったいいゲームができたと思っていて、まあ、ただこれがこのマリノスさんが相手だからっていうことではなく、リーグ戦でも同じようにこう気持ちのこもった、試合ができれば、もっともっとこういい結果がつながってくるんじゃないかなとは思っています。はい、鈴鹿ポイントゲッターズ、またここから新しいスタートが始まっていきますが、続いては今後の試合情報です。あさって5日はビアティ三重との三重ダービーが東院町の朝日ガスエナジー東院スタジアムで行われます。キックオフは午後1時です。今月12日は高知ユナイテッド SC と、延期になっていた第3節のクリアソン新宿との試合は今月15日の水曜日午後7時キックオフに決まりました。仕事終わりに職場の皆さんやご家族友人とナイターの試合を観戦してみてはいかがでしょうか。そしてクラブから番組をご覧の皆さんにプレゼントがあります。中里選手と中村選手のサイン入り色紙をそれぞれ3名様に、ホームゲームの観戦チケットを5組10名様に差し上げます。プレゼントの応募方法は番組の後半でお知らせします。さあ、それではお二方に最後にメッセージいただきたいと思います。中里選手からお願いできますでしょうか？はい、もう2日後に実はダービーがあるんで、まあ、本当これ自分たちは本当に落とせない試合ですし、必ず勝つのでチーム一丸となって勝つので、ぜひスタジアムの方に応援しに来てください。よろしくお願いします。中村選手もお願いします。中田選手も言いましたけど、2日後に三重ダービーもあったりだとか、まあ、6月も連戦が続いている中でやっぱりリーグ戦ではちょっと連敗もしてしまっているんで、まあ、必ずいい結果になるように、また三重全体が発展していけるように頑張っていきますので、ぜひスタジアムに足を運んで応援してもらえればなと思います。はい、今後の試合も二方頑張ってください。今日はありがとうございます。はい、今日は中里貴博選手、中村俊樹選手にお話伺いました。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ポゲライブのコーナーでした。